首相官邸無人機落下事件は、2015年4月22日、東京都千代田区長田町にある、総理大臣官邸の屋上に放射性物質を搭載した小型のマルチコプターが落下した事件。同日午前10時20分ごろ、官邸職員が偶然、屋上のヘリポート付近でドローンを発見し、警視庁に通報した。発見当時、横転などはしておらず、 通常の着地のような状態だったという。また、官邸関係者が侵入や墜落の様子を目撃したとの情報や、犯行声明などはなく、怪我人や建物の破損なども確認されていない。他方、関連は不明ながら、取材に当たっていたテレビ朝日記者が午前11時半過ぎに、黒い影が行ったり来たりするものを目撃した、との報道がされた。 警視庁公安部の調べによると発見されたドローンは中国の企業 DJI 社製のファントムであり同機種は同年1月26日にアメリカ合衆国で停水したシークレットサービス職員がホワイトハウスに落下させて周囲一帯が封鎖された騒ぎや前年の2014年にテロ組織のアイソルが偵察に利用していたことなどで世界的な注目を浴びていたファントムは 直径約 50cm で4つのプロペラがついたクワットコプターであり、白かった機体は黒く塗装され、小型カメラと茶色いプラスチック製容器を積載していた。容器は直径 3cm、高さ 10cm で中に液体が入っており、内部から微量のセシウム134とセシウム137が検出された。ドローンに関する規制がほとんどないことや、 テロ対策の弱点が、顕在化した問題が指摘されており、法施行も検討され始めた矢先であったため、ドローンに関する法律の必要性が議論されることになった事件となった。4月24日夜8時過ぎ、ドローンを官邸に飛ばしたとする福井県、小浜市在住の当時40歳の元航空、自衛隊員の男が、福井県警小浜警察署に自首し、 威力業務妨害容疑で逮捕された。男はドローンを官邸へ飛ばした動機を半原発を訴えるためとし、ドローンを飛行させたのは4月9日の午前3時半頃、容器の中に入れたのは福島の砂 100g だなどと供述している。また、男は官邸サンタと名乗り、ブログには犯行に使用されたドローンと2014年10月に川内原子力発電所への侵入を試みた。 ドローンの2機の写真や犯行の詳細な一部始終なども掲載していた。事件で使用されたファントムの製造先である DJI 社は4月23日、同社ドローンに対して公共周辺と総理大臣官邸を GPS で飛行禁止区域にする対応を行った。また、同年7月22日には防衛省がドローン対策装備品を披露するために、 試験飛行させたファントムを紛失し、自衛隊が捜索するも通報で警察が回収する、失態も起きていた。男は、ハザードシンボルの放射能マークが印刷されたシールを、貼った容器と発煙筒などを装着したドローンを操縦し、首相官邸屋上に落下させて、官邸の業務を妨げた威力業務妨害罪で起訴され、さらにドローンに取り付けた発煙筒について遠隔操作で、 電気着火できる状態に無許可で改造した火薬類取締法違反で追起訴された。弁護側は被告の行為によって業務妨害の結果は発生していないなどとして無罪を主張。被告人は多くの方に迷惑をかけて申し訳ない。今後違法行為をするつもりはないと語った。2016年2月16日、被告人に懲役2年。 執行猶予4年の有罪判決が言い渡された。この事件を契機の一つとして、ドローンの法整備が本格化し、同年12月10日に施行した改正航空法により、無人航空機の定義及び、無人航空機の飛行ルールが定められた。2016年3月17日に成立し、同年4月7日に施行したドローン規制法により、内閣総理大臣官邸をはじめとする、 国の重要施設、外国交換や原子力事業所などの周辺地域の上空でドローンを飛行させることが禁止された。警視庁はドローンを網で捕獲できるよう改造した DJI 社のスプレディングウィングス s 9 0で無人航空機対処部隊を発足させた。軍事サスペンス作家の大石英二は事件で使われたクワッドロータータイプの無人航空機について兵器として有利ではなく、 テロ行為に使っても効果はほとんど見込めないと評した。しかし、中東の紛争地帯では、同機種が愛するといったテロ組織によって、積極的に爆発物等化に運用されて、国際的な問題となっており、ベネズエラでは爆弾を乗せた、同社製のクワットコプターによって、国家指導者に対する、初のドローンによる、テロ攻撃も起きている。ありがとうございます。